天地上下遠心の構えっていうのかな、そういう経験がなかったら生まれてこない構えだと思いますよ。まあはっきり言うけど山崎先輩じゃ天才やね。天才。それを作ったのが足柄先生の攻撃だったと思いますよ。第5回大会の山崎輝友対佐藤俊和先輩のこの組手が素晴らしかった。あと、牢山志安と、山崎輝友先輩の名勝負もその第5回大会ですから。実際に、足原シャンは、その組手の時に金敵、本当に狙ってくるような人なんです。言ってましたね。顔面も叩いてくるし、金敵も蹴ってくる人だったらしいの、だから大山先生はあいつの空手はずるいって。先輩の立場でね、顔面叩いて金玉蹴ってくる。ただそれを文句言わずに、こなしてきたのが山崎先輩だと思いますよ。先生、実際に、足原シャンと山崎先生、どっちが強いとは言えないと思うんですけども、まあ、強さの具合といったらどういう。臨機応変性考えれば、足原シャン。ただ、試合というルールの中で戦うなら山崎シアンとしか言いようがないじゃないですかね。じゃあ、喧嘩だったら、シャラシャラ。試合のルールだったら、山崎シアン。そうですね。